重労働な農薬散布の強い味方である産業用マルチローター、通称農薬散布用ドローン。高能率な散布を実現する充実した機能を備えたドローン T10、 T25、 そして T50 が新しく登場です。中山間地から大規模まで、どなたにでも安全安心に散布作業ができるスタンダードモデルの T10、 最大散布幅6メートル、散布効率は1フライトあたり最大1ヘクタール。強力な4つのモーターとプロペラを装備し、コンパクトでありながら優れた散布性能を発揮。作物の隅々まで効率よく散布します。そして水筒から畑作、野菜、果樹と全ての作物におすすめのオールラウンダー T25、 T50、 散布幅はいずれも最大 7.5メートル。二重反転式アトマイザーにより1分あたり最大24リットルのノズルで噴霧し、液だれの少ない微細な噴霧で作物の隅々まで効率よく散布できます。1フライトあたり15分の長時間作業が可能で、薬剤補給なしで最大2ヘクタールの散布が可能な T25。さらに大容量40リットルタンクを搭載し、大規模圃場で力を発揮する T50。 あらゆる作物の散布が高能率高精度に行える本格プロ農家向けモデルです。あらかじめ飛行ルートを設定するだけで自動散布が行える自動航行モード、送信機の操作は不要でオペレーターの負担を軽減します。また作物のないところは自動で散布を停止しますので、薬剤の無駄撒きを低減します。圃場の形に合わせてあぜ際を散布する額縁散布モードは、これまで散布が困難だった外周を高精度に散布することができ、散布残しや誤って近隣圃場へ散布してしまうことも防げます。さらに RTK 基地局または補正情報サービスを併用することで、誤差が数センチレベルの高精度な自動航行による散布を実現します。高精度 HDFPV ジンバルカメラを搭載しており、圃場の測量が可能です。撮影した圃場の情報をもとに送信機上で飛行経路を作成し、自動航行による高精度な散布作業が行えます。安全作業のために T10 は360度障害物を検知する球面型全方向レーダーを搭載。通常の航行時は障害物を感知するとその場で停止、自動航行時は自動で障害物を回避し再び設定した飛行ルートへ戻ります。 T25、T50 はレーダーシステムとビジョンセンサーで機体周囲全方向の障害物を検知、果樹園のような斜面地や複雑な地形でも空間を把握し、自動で安全ルートを設定します。高解像 FPV ジンバルカメラと大きな画面の送信機で周囲の環境をリアルタイムで視認できるため、噴霧作業をより安全に進めることができます。 T25
T-10 には好評のカセット式バッテリーとタンクを採用。連続作業時の薬剤補充やバッテリー交換の時間が大幅に短縮できます。 T25 には20リットル、 T50 には40リットルの大容量薬剤タンクを搭載。薬剤の補給回数が減らせることで、複数にわたる補充の散布も効率よく行えます。タンク内部には液面計を設置、薬剤の残量を送信機上でリアルタイムで確認できます。流剤散布装置を取り付け、施肥作業も行えます。最大積載量50キロの大容量タンクと大口径の投入口により、肥料の投入がスムーズに行えます。高トルクモーターを採用しており、毎分最大108キロの突出量を実現。これにより肥料散布がより効率的に行えます。またスナップ構造アームホルダーで、アームの折りたたみもワンタッチ。アームのロック忘れの際はセンサーが通知してくれますから、不注意による事故を未然に防止します。 T50 は大容量タンクに対応するために、プロペラを上下2段にし、さらにアームの素材をカーボンにすることで強度がアップしました。 T10 はアームを折りたたむと作業時の約半分のサイズに。機体重量は 12.2kg と軽量で、積み下ろしや運搬が楽に行えます。 T25、T50 の機体もアームを折りたたむことで軽トラックに積載可能です。機体のメインパーツは三重シーリング構造で、付着した薬剤や土汚れを丸ごと洗浄することが可能です。最後にドローンでの散布作業を安心して行っていただくために、無人ヘリで長年の実績がある空中防除のスペシャリスト、ヤンマーヘリ&アグリが皆様を全面サポートするスカイスクールを実施。また全国に整備担当者を配置しておりますので、故障修理、点検整備などのアフターサービスもお任せください。高い効率性と安全性を備え、重労働である散布作業をサポート。スタンダードモデル T10、 水田、畑作、野菜、果樹とあらゆる作物におすすめのプロモデル T25、 T50、 作業用途に合わせたラインナップを取り揃えました。詳しくはヤンマーのお店までお問い合わせください。A sustainable future. Yanmar.